こはどこでしょう。ここはどこでしょうか。正解です。正解。はい、というわけで今日のお話はですね、ブースティー祭りについてと、あと NST 祭りの YouTube の動画が上がったので、そのお話もしたいなと思っておりまーし。はい、ブースティー祭りね、本当にありがとうございました。まず1日目ですね、1日目なんですけれども、まずは、はい、あ、違う、トークショーから始まったんですかね。トークショーから始まりまして、トークショー、なんかトークショーね。めっちゃ思ったよりファンの方々が集まってくださってて、すごく嬉しかったです。ありがとうケーキ。そう、しかもね、結構笑い声がたくさん聞こえて、なぜ疑問系ダブルでかそうだからめっちゃね嬉しかった。それでなんかすごい不安だったんですよ、4期生で、しかも外っていうか新潟を、待って、リップ唇に色なくてびっくりした。そうだからちょっとね不安やったんですよ。早口言葉つぼ、なんかひろかが早口言葉すごくてびっくりしちゃった。でも私今なら言える気がします。いきます。赤パジャマ、え、違う、なんだっけ、え、なんだっけ、待って、違う、赤なんだっけ、赤い糸、え、なんだっけ、赤巻き、あ、そうだ、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、待って赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、待って違う、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、よし、もう一回いきますね、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、うん、え、成功じゃないですか。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、待って、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、待って、めっちゃ悔しい、やだ、めっちゃ、なんか叫びそう、悔しくて、待って、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、はっはっはっは、待って、言ったんじゃない、ねえ、やばい、悔しい、もう私言いたかったのに、あの時なんか赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、黄巻き髪、言えました。私天才なのかもしれない、私って天才なのかもしれない。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、黄巻き髪が本当にねダメなんだよ。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、待って、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、ん、黄巻き髪、もういいや、ちょっと飽きた。でそれでしたね。で、あと、マジカルバナナもやったんですけど、マジカルバナナは
マジカルバナナはね、なんかなんて言うんでしょう、なんかやっぱり普通の、私はねめっちゃ考えたんですよ。なんでかっていうと、普通のなんて言うの、マジカルバナナって誰でもできるじゃないですか。だって赤と言ったらリンゴとか、そんなのなんか本当になんか見本みたいな。だから私はなんか普通にね、普通に言うのもいいなって思ったんですけど、でもここは私はちょっと変わったものを言った方が盛り上がるんじゃないかなと思って、めっちゃ頭を回転させたんですよ。じゃあ本当に思いつかなくて本当に思いつかなくて、情けなかったですね、自分が。はい、すっごい情けなかった。なんかここは面白いっていうか、なんか普段と違うマジカルバナナを言うべきだよねって自分の中で思ったら言えませんでした。どういうことかなありがとう、かわいい、何これ、ありがとう。そう、めっちゃ考えてて、何が来る何が来る何が来るって、そう、もう全く仕込みとかも無理じゃないですか、そういうのだから何が来る何が来る何が来るって言ったら、あ、待って、やばいってなりました。はい、あとなんだっけ、何したっけ、読書って爪痕、じゃあ爪痕残そうとはしてないの、爪痕残そうとはしてないんだけど、なんか普通のやっぱさ、まあ、お金払って来てくださってるわけじゃないですか皆さん。だからそんなさ、なんか見本のような、赤と言ったらリンゴ、リンゴと言ったら美味しい、美味しいと言ったら、お寿司、お寿司と言ったらなんか回ってる、回ってると言ったらフラフープとか、なんかもうそんな、なんか普通のマジカルバナナって誰でもできるんですよ。でもトークショーだからトークショーだからちょっとでも何かあれは反則だと思ったでも盛り上がったからいいんですよ。臭いね、臭い、もうね、あおちゃんね、そういう臭いって言っちゃってあおちゃんがすごい顔が焦っててね、もう全然臭いなんかいいんだよ。だって私なんかさ、私なんかごちゃでおならこきましたっていう報告とかするからね、本当になんかアイドルとしてじゃなくて、あ、しりとり、しりとりか、そう、だからもう全然ね、臭いとかはいいと思うんですよね。だから私がもし、だから私がひろかのねところに、私はひろかのところにいるとします。じゃああおちゃんが臭い臭い臭いって言ったら、私が臭いって言ったらって言ったら、もう本当にもう臭いものをポン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 言っちゃうのねはい、どんどん言える。もうトイレのね、便座の下とか排水口とか、なんならもう人によっては臭いっていうねとこいっぱいあるんで、なんかあれも臭いっていう人いるよね。女子更衣室が香水まみれの香水が混ざったから臭いとか、だから女子更衣室とかでもいいと思うしもう本当に何でもいいんだよ。なんか本当に臭いって言われたら、もうね、本当に臭いもの、もうじゃあ腐った牛乳とかでもいいと思うし、なんかもう3週間放置したゴミ袋とかでもいい、もう何でもいいんだよ、もう何でもいいんだよ、そういうのってだからね、気にしなくていいんだよ。あー、面白い。でもすごい楽しかったですね。パパの靴下、あ、かわいいね。パパの靴下ってかわいいと思
私もパパの靴下とか言いたいですね。なんかさっき言ったトイレの便座の下とか言っちゃっても情けない。そうだね。まあでもトークショーは本当にすごい楽しくて、はい、楽しかったです。なのでお越しいただきました皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。すごく楽しかったです。で、次がハイタッチ会。ハイタッチ会はそうですね、私初めてファンの方と触れ合いまして、はい、もうね、私これ本当にワンちゃん怒られ、あの終わった後に怒られたらどうしようって思ってたんですけど、なんかハイタッチって普通こうじゃないですか。でも私なんかもうみんながねハイタッチ低すぎるから、みんなのせいだよ、もうみんながハイタッチ低いから手がもう こうなってんのだからみんなの手がこれだとしたら、私ハイタッチもずっとはいありがとうね10回くらい連発してはいありがとうありがとうありがとうとか言ってそう低いの、みんな低いんだよ、ハイタッチが。ハイタッチって分かってるここだよハイタッチって、イエイってできなくて、私はもう下で拍手みたいにして、それをなんか何発も私あのパチパチしましたからはい、身長低いメンバーにはしょうがないじゃんうるさいな違うじゃん、違うでしょまあでも本当になんか楽しかったです。もうねめちゃくちゃあのみんながやっぱりあの言った発言をめっちゃ私結構覚えてるんだけど、なんかどんなこと言ってたんだっけと思って振り返ったら、私と触れ合った瞬間あって言う方が多くてあって何と思って私で、もうなんかはなんかあってなんだろうと思ったら、あそういうことかと思って、私が今まで配信で私の手って本当に肉厚がすごくてもちもちしてんだよっていうことを言ったから、多分ハイタッチした時に多分あ本当だっていうあーだったのかなと思って、ハイタッチした時にあそれあの確かにみたいなことを言ってたので、あやっと私のこのもちもちお手ての肉厚さを感じることができたみたいで良かったですでもね、私めっちゃ思うんですけど、もうねなんかおしゃべり会してるんやったらなんか握手会ダメなんかなってめっちゃ思っちゃった。なんかめちゃくちゃ楽しかった。うん、なんかね、うん、私的にはもう一回やりたいって思ってる。なんか次はハイタッチなんか触れ合える機会っていうよりか、なんて言ったらいいんやろ、ごめんねめっちゃ家の話聞こえるんだけど、ごめんね。なんか握手ね、にぎにぎできるくねってなった。にぎにぎってまあ知らんけど、そう、でもハイタッチ会すごい楽しかったです。ねえ、いつかできるかも。確かにめっちゃ痛い、イヤリング外そう。いったで、次はあ、そっか、握手は完成。うん、次はスペシャルライブかな。スペシャルライブでしたね。スペシャルライブ行った、マジでこっちの耳のへっこんどんねんけど、行った、マジでちょイヤリング行った。
ムカつくわマジで。いったいったマジでいった。でもめっちゃへこんねんけど。いったスペシャルライブなんですけど、まずね、トロッコがあって、すごくない？なんか私はトロッコは乗れなかったんですけど、なんか私そのリハーサル中にトロッコがあるっていうのを知って、トロッコ？トロッコだと？あ、私よくライブとかに参加なんて言ったらいいの、なんて言ったらいいんだろう、足を運んでたりしてた側の人だったので、なんかトロッコトロッコだとめっちゃ羨ましかった。トロッコ、私もいつかトロッコに乗りたいなって思いましたね。観覧、あ、観覧、閲覧、あ、観覧、ありがとう、そうって思いました。でもね、めっちゃすごかった。で、1曲目が NGT48 と HKT48 の曲、 HKT48 さんの曲のリミックスバージョン、リミックスバージョン、ミックス、なんかすごいね、最初1曲目から大盛り上がりで、私その時舞台裏から待機してたんですけど、すっごい大盛り上がりでびっくりしました。はいはいはいって言ってて、あ、めっちゃ声聞こえる。しかも私ああいう、なんて言うんだろう、なんか県民会館でコンサートさせてもらったことあるんですけど、なんかアリーナっていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、なんかスタンドもあってのアリーナもあるみたいな感じの、なんて言ったらいいの、ステージが初めてだったんで、なんかうわすごいすごいってなりました。そう、出た時にすごいペンライトがたくさんあって、あ、待って、私のペンライトを見つけなきゃ、いるかな、一人はいるよね、一人はいるよねと思いながらバーって見てたら、ありがたいことに何人かいてくださって、心がホッとしました。はい、で、1曲終わって2曲目がシャーベットピンク。シャーベットピンクはなんかね、私本当にシャーベットピンクね、めっちゃ苦手だったの、ダンスで。私本当にここだけの話とか、まあ、今になって言える話なんですけど、新潟県民会館の時のシャーベットピンク本当にひどくて踊れなかったんですよ。なんかそれっぽい振りだったみたい なんか踊れてるのかなみたいな感じの振りだったんですよ。でも本当に苦手な振りで、私的にはやっぱり覚えれないってなってたんですけど、なんか今回のシャーベットピンクはすごい自信満々に踊れて成長を感じました。はい、そう、新潟県民会館の時のシャーベットピンクは本当にひどい本当にひどくて、なんか今思い返すだけで、いや、ひどかったなと思いました。で、その後にシカラシカ、 HKT48 さんの、私なんかめっちゃ前に聞いたことあるようなないようなって感じで、めちゃくちゃ知ってるってわけじゃなかったんですね。そう、なので、なんか振りもなんか、なんて言ったらいいんだろう、結構なんて言ったらいいんだろう、リハーサルがめっちゃ短かったからこそ、なんか焦りに焦りまくって本当に頭に入んなくて、
なんか永遠同じところでなんか苦戦してた。なんか最初の好きだ好き、あ、違う、サビの好きだ好きだのところはすぐに覚えれたんですけど、それまでのなんかシェシェシェカシェカシェ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 カシェカシェシェシェカシェカシェカラシカのところがもう本当に私、あ、ぴょんちゃんお疲れありがとうございます、ありがとう、そう本当にリハーサル期間も頭に入んなくて、私も永遠に追い込まれてて毎日どうしようそうだからずっと家に帰ってシカラシカを夜中なんていうの、あの隣人とか迷惑にならないようにそう迷惑にならないように、そう、いやあの曲で追い込まれたので、ね、いや違います、もっと他にあります、追い込まれてた曲それはまた後で話すんですけど、そうでも本当に迷惑かけない程度にあの深夜家でずっとずっと一人やってた、そうだね。なんか今思ったら、あ、全然踊れたかもって思うんですけど、でも私本当に間違えちゃったの、最後のチャチャンチャチャンチャチャンのところがちゃんと今当たったら踊れるのに、なんかその時私のペンライトを見つけちゃってめっちゃ嬉しくて、そのペンライト見つけた瞬間、じゃあ振りが飛んじゃったの、なんかチャチャンチャチャチャンチャチャンチャチャンチャンで終わるんですけど、なんかチャチャの瞬間に見つけて、なんかもうこんなポーズしちゃって、もう本当にもうそれだけがすごい後悔してます。しからしかももう一回やりたい、時を戻したいですでも嬉しかった、すごい、いや違うの、本当に嬉しくて、そのペンライトが、あ、いたと思って、めっちゃ嬉しかったそう、でも間違えたって顔はしちゃダメだなと思ったから、間違えてませんけどみたいな感じの顔でもありました、じゃんみたいな、で次が MC がありまして、青春時計かな、青春時計の後に鉄道の後 で2日目があの別で、1日目がなんだっけ、ポンコツ、あ、やばい、はい、もう一番って言ってもいい、あ、スキャットさんありがとうございます、チーズケーキ、もうね一番って言ってもいいくらい全メンバーであるポンコツな君が好きだ、一番苦戦したかもしれない私この曲、もう本当に振りもオーディションでやったきりで、そう振り入れがなかったから、なんか合ってんのかなっていう不安と、そう合ってんのかなっていう不安と、あと全体だから立ち位置の差が本当に激しくて、なんかね立ち位置って16番くらいまであったんですけど、その4期生の移動が本当になんか一番狭くて4くらいから、何番だったかな、でも本当にめっちゃ全体のポンコツで苦戦しちゃって、私もずっとこの歌詞の時に何番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 ってなって、そう本当にやばかった、このポンコツの君が好きなの全体全メンバーである曲そうそう 0.5 とかもねあるから、そうだって私のサビ位置が 5.2 とかだから、そう大変だった、しかも
全体になってくるから、なんか私的には、私この前の配信で、待って鼻が前の配信でも言ったんですけど、振りで、あ、振りじゃない、間違えたそれダンスとか振りで、振り付けで苦戦することいっぱいあったんですけど、立ち位置で苦戦したことが本当に今までなかったんですよ、あんまり。それは何曲かあったんですけど、あんまりなかったんですね。でもなんか今回のそのポンコツがもう本当に苦戦しまくってやばかったそう、やばいやばいってずっと一人で、あわわ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 わってなってたあわわ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 わ。そう、しかも全員の曲だから、一人でも立ち位置を、立ち位置が間違え、立ち位置間違っちゃったら普通にポンコツって回ったりとかするから危ないので、しかも本番マイク持ってるから、マイクも回った時に当たる可能性もあるから、絶対にミスっちゃいけないと思って、なんか本当に頭の中でミスっちゃいけない、ミスっちゃいけない、ミスっちゃいけないっていう、もう永遠これもうミスっちゃいけない、ミスっちゃいけない、絶対ダメ絶対ダメみたいな、これは失敗できない、絶対失敗できないっていうのが脳になんか回りすぎて、私本当に本番前なんか4期で舞台裏待機してるんですけど、もうアンナ、隣アンナがいて、アンナやばい、アンナどうしようってずっと言ってた、アンナアンナ不安って言ってた。でナナも前にいたから、ねえどうしよう頑張るとか言ってどうしよう間違っちゃったらでも頑張るとか言って、ね、頑張って何事もなく無事に終えることができまして、振りがね、あのカノンがちょっと間違っちゃったんだけど、でもそんなに、あ、ここ間違っちゃったどうしようっていうくらいの振りミスは全くなく終えることができまして、でも終わった後も本当に泣きそうになって、私終わった後吐けるんですけど、吐けた後になんかよくやったよくやったってなって、4期がもうなんかもう本当に私その時に泣きそうになって、もうポンコツの終わった後がもう本当に一番ほっこりしちゃって、ほっみたいな。まあでも、まあ、ほっこりしてる時間はそんなになく、あの自然渋滞の、じゃあアイスレモネードからの自然渋滞のね、あれ早着替えすごくないですか。そうそう、だからアイスレモネードが夢品の衣装を着まして、でパッて脱いだら自然渋滞の衣装でできて、そう本当にでアイスレモネードは、そうですね、アイス、あ、そうだね、アイスレモネードはね、もう本当に4期のみんなでめっちゃ反省会をしましたね、終わった後に。なんかやっぱりね、あのリハーサルの時はすごいうまいこと言ってたんですけど、なんかそのリハーサル中、まあ、前日にね、かわ、いろいろ変更点があって、その変更点がもう本当に結構多かったんですよね。だから変更点が多すぎて、多分それに頭がいっぱいいっぱいになっちゃって、その終わり位置とかもねちょっと間違っちゃったりして、4期のみんなとすごい反省会、反省点、アイスレモネードの最後だよねとか、そうちょっとそこは、まあでもそこはね本当にみんなお互いというか、まあそりゃそうだよっていう励まし合いもねありましたし、そう前日にね、そう前日に変わったのがめちゃくちゃあって、そう他の曲は間違えてないから
良かったけど、本当にレモネードのやつが頭いっぱいいっぱいになっちゃって、そう。でもね、本当に事故はね本当に起きなかったから、もうそれで事故が起きなくてよかったなって私は思いました。そうで、終わった後にすぐに履けて、早着替え、早着替えっていうかもうパーって脱いでで、え、そうなの、見れなかった、そう見れなかったんです、見れなかったんですけどね、なんかね、終わった後にね、その映像があって、そうそう、でそれで見ました。すごい振りが、え、なんかすごい上から目線だな、どうしよう、全然上から目線のつもりは全くないんですけど、なんかすごい、なんか、あ、これだ、フレッシュが、フレッシュってこれなの、これなんだなってなりました。そう、で自然渋滞をやりまして、自然渋滞は全く間違えることなく終えることができまして、しかもね、自然渋滞出てきた時のこの時、私はるかさんの後ろだったんです、0番だったんです、この時やったー嬉しい、この時ダン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 の時、じゃん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 、ここは大声さんの後ろでした。やったー、私大声さんとめちゃくちゃ話しましたよ。後ろにめっちゃ長い廊下があるんですけど、その廊下も一緒に話しながら帰ってきました。あっという間でしたねって言って、ねえ、あっという間だったねはい、話をしてました。そう、やってこれやって、ダン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 ってやって、サービスエリアのエリアの手前で私を降ろしてもらって、で終わって履けて無事に終わりました。で2日目がオーサムだね、その曲の枠はオーサム、おはるく村おはるく村です。私が勝手に決めちゃった、私とはるかさんのコンビ名はおはるく村にさせてもらっていいですか勝手に決めちゃったんですけど、はい、でももう私決めたので、はるかさんがもしえーってなっても、もう決めちゃいましたごめんなさい、はるかさんおはるく村です勝手に決めましたはい、おはるく村はなんでおはるく村になったかと言いますと、最初のおと最後のくの奥村と、はるかさんのはるか村のはると、なんかおはるく村にしたらはるか村っていうなんかニュアンスが頭の中から聞こえてきたので、あ、もうおはるく村でいいんじゃないかしらって思いましたなのでおはるか村、間違えました、おはるく村になりましたはい、そうなの、はい、でその後にありがとう、その後にな、んだろうかな、あ、王様だね、2日目はオーサムだったんですけど、オーサムは私とひろかの新芽の 0.5 番で、はるかさんの後ろでやりました。はい、そうなんです、オーサム、オーサムはね、あれなんですよ、4期生の3次審査の時に、あ、待って、
まあ、ダイソーレモネード1日目話したのに2日目のポンコツの話してないわ。ポンコツの話もしよう。待ってね、待って、なんだっけ、何の話してたんだっけ。あ、そうだ、王様はね、あの4期生の三次審査 あのダンス曲だったんですよ。2次審査か。そうだから私すごい得意。そうめっちゃ楽しく踊れた。あ、ハートありがとう。こうそう課題曲でした。なので踊れました。そうだね、ポンコツの話をしようかしら。はい、ポンコツな君が好きだ全体曲じゃなくて4期生だけでなんとさせていただきました。わー、もう本当になんかね、まずエモいなってすごい思って、うん、なんかなんでエモいかっていうと、なんかね、オーサムはなんだろう二次審査だったからあんまりなんか練習期間が全く少なかったから表情を見るっていう審査だったんですね。だからダンスはあんまり踊れ、ダンスっていう審査じゃなかったんですよ。でもそのポンコツは最終審査の時のダンス課題曲で、で残ってる候補生みんなで振り入れを1時間くらいして審査って感じだったので、なんかすごいそれがエモくて、そうなんか私は振り入れその時に軽くオーディションの時にしてもらったんですけど全く覚えてなくて覚えてたんですけど、やっぱり最終審査なのでもう本当に緊張しちゃって、いや本当に正直に言わせていただくと、最終審査のポンコツな君が好きだわ、最初のチャン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 、待ってあ、そうだ、チャン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 もうこんな感じで倒れましためっちゃ記憶ある。最初審査の時にめっちゃキラキラに倒れていた、こうやって。そう、そんな記憶があるポンコツな君が好きだを4期のみんなでねやれたのがすごい嬉しかったし、しかもカメラタイムでもあったので、ファンの方々がめちゃくちゃ素敵な動画をね撮って SNS とかでもね載せていただいて、はい、私もなんかちょろちょろって見させてもらったんですけど、すごい動画もうまく撮っていただいてて、そうで私のポジションは中井梨花さんのポジションだったんですね。だからリハ V も、もう梨花さんの振りをもう本当にめちゃくちゃ見て、私そうなんです、立ち位置もそうですね、もうありがたいことにフロントメンバーに立たせていただきまして、そうなんです。でもねやっぱナナとヒロカはダンスが本当に上手なので、なんか私が一緒に踊っちゃったらなんか私がいるだけでなんかダンスがひどくなっちゃうんじゃないかっていうなんか不安がすごかったんですけど、なんかファンの方々が撮ってくださってる動画を見返し、あの SNS で見たらそんなことなくて自分で言うのもあれなんですけど、あ、
近藤和弘さんありがとう。これ何シュークリーム、かわいい、ありがとう。そう本当になんかそんなひどく、でもやっぱり、まあ、ぎこちないなとは自分では思ったんですけど、でもこりゃひどいまではいかなくて、あ、よかったって本当に第一声思いました。あの最初の部分のここの部分、ここの部分か、この部分で、この後にこう増してこうちょんちょんのとこは3人だけでするんですけど、そう、その3人の部分もなんか1人だけワンテンポめちゃくちゃなんかずれまくってたらどうしようとか、本当にもうずっと自分に自信がないからこそ本当にいろいろ気にしちゃって、なんか私がなんか悪く見えるのは全然 OK なんだけど、ナナとかヒロカまでなんか揃ってないように見えちゃったらどうしようって、もう本当にいろいろ考えちゃってだけどその後で見返したらそんなにあのテンポ全然ずれずに踊れてて、もうめちゃくちゃ安心できました。皆さん乗せてくださってありがとうございます。本当に帰りのあのバスですごい安心しましたあ、よかったってなりました。そうでもめっちゃ私練習して、あの2日目だったんですけど、そのポンコツな君が好きなの4期生の曲だから、あのゴチャの楽屋でもうめっちゃ眠たかったんですけど、1日目が終わって、でも私まあ全く楽屋で寝ずにゴチャの違う部屋借りて、もう永遠に北川賢治とバンザイヴィーナスと4期生のポンコツな君が好きだをもう必死に練習して、そうで、その日がマネージャーさんがついてくださってたんですけど、帰りの、そう帰りの移動の時もごちゃの楽屋でダンス練習してたねって言ってくださってそうなんですでもそうなんですっていうか、なんかもう本当に時間がなくて、なんかね寝てる暇がなくて、ね、なんか寝るのはいつだってできるじゃないそう寝るのはいつだってできるので、そうだからもう今やるしかないって思って頑張りました。そうで本当にでもね、そのそれが終わってイントロが終わって4期のポンコツなんだあ4期生のポンコツのね、その立ち位置も結構ね複雑というか、いっぱい数字があって、なんかねポンコツな君が好きだ結構ねいっぱい数字があるのそう、え待って頑張ったね、優しい、ありがとうね和弘さん、嬉しいありがとう。そう結構ねあの位置がね複雑で結構動くんですよ、だからめっちゃそれも確認した、めちゃくちゃ確認して、そう 2.5 3.5 1.5 1.25 とか頭で 1.25 とかと思ってやってました。でもすごいなんか私結構体で番号を覚えるタイプなので、その4期生のポンコツな君が好きだはなんかやってるうちに体に染み込んでいきましたそう染み込んでいったから安心そうだから全く位置を間違えずにできました、だからそれは良かったなって思う。あとはでも本当になんかね、そういっぱいありました、覚えることがあったけど、でも本当になんかね私すごい嬉しいなって思う書き込みがあったんですけど、その X のツイート
エゴサした時に、私エゴサする時にね、なんか自分の名前じゃなくて4期生としてどうだったのかなと思って、私は 曲名のポンコツな君が好きだって調べたんですよ。じゃあなんか なんだっけ、なんか4期生だと4期生って気づかなくてみたいな、だからそれくらいなんかパフォーマンスが良かったみたいな感じのなんかポストっていうかツイートを見て、えっよかったって思った。えっよかった、なかなかいないでしょ、だって自分たちの自分たちの披露したポンコツの君が好きだっていう文字でエゴサするアイドルなんていますかもうそれを見て私すごいなんか ほっこりというか、あ、よかった、嬉しいってなりました。そうそうなんです、だからすごいホッとしました、嬉しかった。その名前でエゴサならあるんですけどポンコツの君が好きだでエゴサしました私今回そうでも本当にうん、すごい楽しくできてよかったなって思いました。でその後なんだっけ、その後は玉入れ、玉入れと2日目はバンザイヴィーナスと北川景子か。あのね、この曲もなんかやるか、なんかやるかやらないかわからない状態でなんか過ごしてて、急にやりますってなって、待ってもうこれ以上覚えれないよって私たちなっちゃって、でも本当にごちゃの休憩時間に必死に振りを入れて、でも本番中結構間違っちゃって反省してるんですけど、まあ、でもファンの方々を幸せにするっていう企画だったので、おそらく幸せにできたのでもう大丈夫です、よかったなっていう感想ですそう、でもファンの方々を囲むイベントだ、企画だったんですけど、ファンの方がすごく楽しそうにしていただいて嬉しかったよかったです。であとはなんだ、あとはなんだ、あと、あ、もしかして好き好きスキップかな好き好きスキップかな、もしや好き好きスキップは振りの中で一番苦戦しました振り立ち位置とかじゃなくて、立ち位置はもう全然私余裕だったんですけど、振りが一番苦戦した。なんでかっていうと、私リズム感が本当に取れなくて、でなんかこうやって移動する時もなんかこんなするこうやってする時もあって、なんか一人だけなんか手挙げるタイミング間違ってるし、うーんってなった本当に。なんかリハの時ね、うまいこと言ったの、だからいけるかもと思ったらちょっと本番間違っちゃったんだけど、でもね、最初のリハの時に比べたら本当に上手になった。でもすごい大好きな曲にもなりましたね。好き好きスキップ、かわいい。好き好きスキップっていう題名からしてなんかもうかわいいもんね。何好き好きスキップって、かわいい曲をね。あ、しかもあの別衣装だった、夢さんの衣装だった、曽我部夢さん、夢さんと私写真撮りましたよ、ブースティー祭りで。夢さん来たんですねって言って会いたかったです、夢さんって言ってイエーイってした、ゆめさんって言ってハイタッチして、
スリスリしてきました、ゆめさんに。スリスリゆめさんのあの別衣装を着させていただいて本番出て、終えました。はい、で2日目が初恋バタフライ。やばい、もう私本当に初恋バタフライ大好きな曲になりました。もうね、もう泣きそうになる初恋バタフライ。なんであんなにいい曲なの、しかもなんであんないい曲なのに私は今までなんか聞いてこなかったんだろうっていう悔しさもう本当にいい曲、やばい。なんか初恋バタフライは、うん、衝撃だった。初めて聞いた時、リハーサルで初恋バタフライを奥村さんしますってなった時に衝撃だった。いい曲すぎて、え、なんだこのいい曲、HKT さんの振り細かすぎるよって思わなかった。え、正直思った正直思ったけど、でも NGT も言えないの。 NGT もあの別のあの際や別にの振りめっちゃ細かいから NGT も言えないんだけど、でもすごいあの細かいけど、でもなんて言うんだろう、細かいからこそなんか歌詞にも合ってるし、なんかめっちゃ素敵な振り付けだなと思った。だってね初恋はバタフライ、バタフライの時に蝶々になってんだよ可愛すぎやろ、可愛すぎやろ、蝶々なってんだよ、パタパタしちゃってさ可愛すぎやろ。捕まえないで、ほんと可愛いよね。私もパタ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 、あとでも私が一番好きな初恋バタフライはこう、キュッ、待って、うーん、あ、そうだ、キュッポンポンみたいな、わかる、なんだっけ、歌わないとわかんない、そこ、あ、めっちゃ聞こえる、待って、うるさい、ちょっと待ってね、はい、それで何の話してたんだっけ、何の話、あ、ただいま、え、何の話してたんだっけ、あ、それ初恋バタフライだ、初恋バタフライ、あ、ねえ、初恋バタフライのさ衣装見た、見ましたかシソシナを初めて着れました、大感動、やばい、激アツ、もう本当にめっちゃ着たかったの、私人生で初めて着れたの、嬉しかった、しかもめっちゃ素敵な楽曲
プラスそのしとしの衣装ですごい幸せ空間すぎましたでもね、そう初恋バタフライね、私一番端っこだったんだけどね、なんか私今までね一番端っこって誰も見てくれてないし、どうせなんか踊ってても誰も見てくれてないでしょって思ったんですよ。でもね端っこの方がって言い方あれか、端っこももうめっちゃ見てくれてるめっちゃ見てくれてた、みんな本当にありがとうございました。そう初恋バタフライがね本当に一番端っこの立ち位置だったんですけど、でも大移動も一番端っこまで行ってめっちゃ目あった。やばい、めっちゃ鼻詰まる。そう超嬉しかったですね、あの皆さんと目が合ったのが。ありがとうございました。最後のピョン、めっちゃ覗いた、こうやってピョンってやった、やりました。あとはその後あれだったね、若手選抜だったね。そう若手選抜って、私本当に悔しいよ悔しいよ、私は悔しい、若手選抜。そう最初なんかねバグか知らないけど入ってたんだけどな、めっちゃ悔しい、めっちゃ私泣いたもん泣いちゃった悔しくて。そうそうなの。でもね逆に考えたら初恋バタフライのこと、初恋バタフライ出会えたし年齢がダメだった、だってそう年齢がダメだったみたい年齢で21歳なので若手選抜出れませんって言いました。わかりましたって私は言いましたけど、はい、わかりましたじゃないんですよね、普通に考えてめっちゃ悔しかったはいはい、年齢で出れませんでした。年齢が20歳なら多分あの出れてたみたいです。はい、年齢制限です。はい、もう年齢で出れませんって言われたらもうどうしようもない、こっちからしたら。なんかパフォーマンスがダメですって言われたらじゃあパフォーマンスよくしようってなるけど、年齢で出れませんって言われたらもうどうしようもないのでああそうですかって言いましたそうですよね、じゃあわかりました。出ました。まあでもその分初恋バタフライに出るところ何でも OK です、もう終わったことですし、なんか何回もねぐち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 勇気もないので全然まあでも悔しかったなっていう話はしときますね。はい、でその後は君どこだ、じゃーんじゃじゃじゃーんの方の君どこじゃなくてじゃーんじゃじゃじゃーんの君どこではなく、あ、熊の天使ありがとうございますキャットさんこっちの君どこではなく、こっちではなくね、こっちではなく君とどこかへ行きたいの君どこを披露させていただきまして、はい、結構難しい、この君どこの曲もすごい難しかった。はい、そうだね、明るい方、そうだね、君とどこかへ行きたいの方の
君の子、めちゃくちゃいい曲ですね。いい曲で本当ありがとう。そうだね、電車曲だね。ベルが鳴るだもんね。めっちゃいい曲。でもペアになるので、もうね、ペアになるって私知った時にやばい、これもう間違えたらやばいと思いながら、もうめっちゃヒヤヒヤしながら踊ってました。でもちょっとだけ間違えちゃった、ごめんなさいって言いました。ね、ペアすごいよね、 HKT さんとペア。でもペアって聞いた時にやばいやばい、間違えられないってなりました。めっちゃ鼻かいい。マイさんでした。あのペンライトカラーがね一緒なんですよ。奇跡じゃないですか。ねえ、うるさい、マジで家族の声もうね、やめて、もうなんかもうそんな大きい声で喋らないで、お願いします、丸聞こえですよすいません、プライトカラーが同じで。いや、お姉ちゃんが来てるんですよ、見てない配信、うるさい、うるさいです、ごめんね。そう、でもめちゃくちゃ楽しかったです、踊っててニコってして、お互い。でもね、写真撮るの忘れてたんで、忘れてたっていうか勇気が出なかった、悔しい。そう、愛子ちゃんも来てる。待って、今何時ですか。待って、45分、嘘、ね、やばい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 。フォローありがとうございます。え、マジそんな話してんの私。え、じゃあもう、じゃあ、お、アンコールですね。アンコールは本当にたくさん煽りました、はいもういっぱい煽りました、楽しかったです。で、終わった後にね、写真を撮らせていただきまして、でも私本当に声かけられなくて、でも私もどうしても北川ひいろさんには話しかけたくってでもひいろさんにもねずっと言ってて、ひいろさん写真撮りたいです、え、撮りましょうって言ってくださってて、で、2日目でやっと撮ることができて、ヒーローさんと、そうそう、で、写真撮れたし、もうとにかく可愛い可愛かった。あとはね、レイヤさんとも結構喋りましたね。私6期生オーディション HKT48 さんの6期生オーディションの私三次審査まで進ませてもらったんですけど、その三次審査のなんか待合室っていうか、なんて言うんだろう、普通にその時地べただったんですけど、地べたでなんかちょっと待つ時間があったんですけど、その時に隣でしたなんか、なんで覚えてんの、本当に覚えてんのってなんかちょっと思うかもしれないんですけど、私本当にめちゃくちゃ覚えて、なんかね、私その時ね、服装が V ネックの白のちょっと長袖の服だったんですね。で、髪型がショートだったんですよ、ボブのおかっぱちゃんみたいな。で、
たら白の長袖だった、違った本当に申し訳ない、白だった気がする、違うかな、違ったら本当に申し訳ない、白の長袖だった気がする、のすっごいスタイルがいいボブの女性がいたんですよ隣に。私その瞬間にね、うわこれめっちゃ被ってるし、身長めっちゃ高いし、スタイル超いいし、顔超可愛いし、負けたわって思ったんです、その待合室の時に。絶対受かるなって思ったの私。いや、キャラかぶりとは言ってない、キャラかぶりってはないんだけど、服装が本当に、服装とかなんか髪の毛の長さとかが本当に全く一緒なのに、体型は私ずんぐりむっくりだし、スタイルめっちゃいいし、顔超可愛いし、私顔全然可愛くないから、あー終わったあ終わったってなった記憶があんので、なんだっけ、ギャオさんかな、ギャオさん、間違った、本当にごめんなさい、ギャオさんかなんか、なんかね、なんか密着みたいな番組があったのね。あ、めっちゃ可愛い、ありがとう哲也さん、嬉しい、ありがとう。で、密着みたいな、なんかやつがあったはずなので、私その時のねスクショが残ってるんですけど、そう、なんかとにかく私なんか絶望してる、なんか終わったみたいな絶望してる時のスクショがあんのめっちゃ見てほしい、みんなに。マスクして、私シュレマスクして終わったみたいな。あ、でも聞いて、あのね、私朝ですさん、 HKT48 さんの6期生オーディション密着を朝ですさん、朝のニュース番組でやってて、名前は出てないんですけど、あ、やっぱそうだよね、朝ですからの業、あ、そうだよね、よかった、合ってた。そう、その朝ですさんに、私兵庫県から来た19歳みたいな感じで、なんかテロップ書かれて、私くっそでかい声でセリーヌ・ディオンさんのマイハート・ウィル・ゴー・オン、タイタニックの主題歌を大きい声で歌うっていう、まるまるフル尺っていう、フル尺みたいなをすごいノーカットで放送されてしまいまして、はい、びっくりです。ウグイス城からのサイレンではなく、大きい声でタイタニックの主題歌を歌うという、なんか密着されてて、あ、そうだよ、落ちたのに、そうだよ。え、でもそれは別に、あれ、耳も直してみます。あ、そうなの、私も見たい。そう、受からなかった人のフルシャツが健やかでも本当に見てほしくて、私はその時の録画もまだあるんですけど、でもそれはね、番組側が作成した動画なので、チャットとかに送ることはできないんですけど、そう、でもはい、永遠に覚えてます。そう、だからもうね、鮮明に覚えてるからこそそう、めっちゃ鮮明に覚えてるからこそ、なんかね、HKT48 さんとまさかね、あんなに広い素敵なステージで一緒に歌えるってなんか夢にも思ってなかったし、しかも私ってなんか最近、なんか私ってアイドルなのかな、アイドルでいていいのかなとか、なんかすごいなんか不安な時期があったんですけど、そのリハーサル期間とかで何にも踊れないし、顔可愛くないし、もう私立ってもいいのかなみたいな感じで、ちょっとめっちゃ落ち込み期間があったんですけど、なんか、あ、頑張ってよかったなって思いました。うん、終えてみての感想本当に頑張ってよかったし、
なんか本当にリハーサル期間が短かったし、すぐにいろいろ変わったりして頭がぐっちゃぐちゃになって、なんかもう本当にメンタルがやばくて、なんかずっと夜も泣きながらダンスしてたのそう、泣きながらダンスしてたけど、泣きながらダンスしてよかったなって思った。本当にでも本当すごい楽しくて、なんか素敵な経験をさせてもらったので、また来年もね会ったらいいなって思いながら思いました、私は。はい、そう、来年はねもっといい、全体曲でもっといい立ち位置でね、皆さんの前で披露できたらいいなーだなんて思いましたね。2024って書いてることってことは2025があるのではないかでもハイタッチ会もねさせてもらえたし、ね、ファンの方と初めて触れ合える機会もね与えて、ブースティーさんに与えていただけたので そう、だからすごいね、楽しい時間をありがとうございました。はい、なのでまあそうですね、なんかやっぱりもう本当に私って本当にねもう追われまくってたんですけど、今になったらもう今はもう本当になんか、なんならもうちょっと戻りたいかもって気持ちもあるしそう、すごい楽しかったので、皆さんまたいつでも私に会いに来てください。はい、あと最後に言いたいことがあって、私あのおしゃべり会、オフラインおしゃべり会をね、完売したいなっていう気持ちが本当にたくさんっていうか、もう頭の中でいっぱいあるので、もう1枚でも多く、1人でも多くの方に来ていただきたいので、もうすぐねオフラインのおしゃべり会の受付が終了しちゃうと思うので、皆さんお早めによろしくお願いします。はい、ということで壇上を読みます。13位カンマイフさん、ありがとうございます。昨日とても違ったよ、やじまちゃん食べてくれたのが美味しかったです。おお、ありがとうね、来てくれてありがとうございます。12位テツさん、ありがとうございます。テツさんありがとう、待ってうるさい家族。11位ポリエモンさん、ねえうるさい、ねえうるさい11位ポリエモンさん、ありがとうございます。今夜のおーちゃんの頭がドキドキして、この前あった時嬉しいのに多いすぎそうだよね、ありがとうね10位未来さん、ありがとうございます。今夜のおーちゃんの頭がドキドキしてくれました、もういつでも会いに来てね、ありがとうございます。9位まみまみさん、マサチューセッツ州言えますよ、キャリーパミパミ言えますよ、ありがとうございます。8位お金持ち先生さん、ありがとうございます。だってみんな可愛いんだもん、仕方なくない仕方ないくないよ、はい。7位ブルーさん、ありがとうございます。もちゃん大好きです、配信見た、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、今ね YouTube で公開されてるのでよかったら見てください。待って、あと何分あるんだろう、私も時計ないから分かんないんだよね。6位レオナ土方さん、ありがとうございます。近くで驚きました、近すぎ注意されて思いましたそうだよね、でも大丈夫だよ、注意されてなかったから。で5位なやきさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位ぴょんぴょこぴょんさん、ありがとうございます。言ってたのがはるちゃんと年取ってくれて嬉しい、そう、はるかさんと写真撮りました、今日チャットに送りましたおはるく村です。3位てつやさん、ありがとうございます。ゆっくり休んでね、なんでわかったの、私今喉がめっちゃ枯れてんの、ありがとうございます。2位スキャットさん、ありがとうございます。だけどいくらだけ
初めてだ。そうなの、寝れなかったの。でもね、あのハイタッチ券の後にね、あの寝ることはできたので、ありがとうね、大丈夫ですよ、ありがとうございます。ライブの時にレッスンありがとう。そう、気づきましたよ、ありがとうね。そして1位が近藤和弘さん、ありがとうございます。近藤和弘さんありがとうね、本当にいつも来てくれて。はい、ということで皆さん最後までありがとうございます。では皆さん、はい、今日は長めの配信ができて、久しぶりの配信ができてよかったです。では皆さん、明日もいい日にしましょう。はい、すごいたくさんのお話を詰め込ませてもらったんですけど、まあちょっといろいろ思い出したら、またブースティー祭りの話もしよう、ブースティー祭りの話もしたいし、 NST 祭りのさ実況配信しますね今度。だから皆さん一緒に見ましょうね、その時に感想言いますね、 NST 祭りの。はい、なので皆さん今日は夜遅くまでありがとうございました。おやすみなさい。じゃあいい夢見てね。じゃあバイバーイ、おやすみ、ありがとうね来てくれて、バイバーイ、バイバーイ。何分だろう、時間によっては自分で切ろうかなって思うんですけど、何分だろうか分かんない、でも手振っとくね。おやすみ、いい夢見てね、ありがとう来てくれて、ありがとう。59分か、分かった、じゃあ手振り続けます。バイバーイ、おやすみ、お見送りです、バイバーイ。バイバイ。あ、エゴサするね。